from me, you bald motherfucker! お前は本当の私じゃない。私の声がする。え？ウタさん？あなたもそうでしょうと言われて、私がそう思っていたことなんて一度もない。人に優しくしなさい。他人を思いやりなさい。人の気持ちを考えるのは当たり前。おばあちゃんの家に遊びに行くのは嬉しいこと。なぜってそう思わない？ねえ、私、あなたは私なんだからよくわかるでしょ。ほら、思い出して。料理を作るだの、学校を歩き回るだの、あんな生ぬるい人生は私じゃない。私は他の人間とは決定的に違う。私は最初から壊れている。感情が壊れている。ほら、戻りましょう。苛烈で刺激的で色鮮やかな人生に。思い出して、あの日、通り魔に会って私の人生は変わったの。駒川さん、駒川さん！嘘、通り魔？太もも切られてる。こんなに違う。警察に連絡しないと。生きてたんだ、私。私はおかしくない。私も生きている。私もちゃんと人間なんだ。みんな気をつけて。何か起きてる。暴れるようなら、私は…ウタちゃん！
旦学校に戻ろう。うん、肩持っていくよ。せーの、急いでみんな。みんな無事なんとか。したけど大丈夫？ひより、中で何があったの？お姉ちゃん、実は。待って。あれ？嘘。大きく感情が揺さぶられた影響で世界の維持が不安定になった。まずい。空が割れる。私がウタさんの記憶を取り戻そうなんて言ったから。あれは、私たちの世界が壊される。私たちの世界は確実に壊れる。戦う、それ以外に私たちが生き残る道はない。そうでしょ、みんな。合ってた、間違ってたは今考えることじゃない。反省も後悔も後でたくさんすればいい。だから今はしかない。やるしかないんだ。この力でみんなを守る。思いの力見せてあげる。強そうだけど、みんなとなら。やあ、仕掛けます。届いて、私の意思。それがいいわね。行くよ。行くよ。えい。よし、今がチャンス。よよ。まだまだいけるでしょ。いつでもやれます。とっておきの一撃です。
強気な。決める。うん、次もこの調子でね。お、なんだか元気が湧いてくるね。日々が消えた。この世界は大丈夫なんですか？敵はなんとか排除できたから、致命的な崩壊は免れた。でも確実に寿命は縮まったと思う。そんなライムは？ライムは大丈夫なの？大丈夫。ダメだったらもう私たちはここにいられない。そっか、よかった。生き残れたなんて喜べるような状態か。この現状で私のせいだ。私のせいでこんな。青ちゃんのせいじゃないのです。こんなこと誰も予測できないから。はい、ここまで大規模になるなんて想像もできませんでしたから。私だって駒川さんの記憶は取り戻した方がいいと思ってた。だから私の責任でもある。でもみんなの話を聞いて最終的にウタさんの記憶を取り戻そうって決めたのは私だよ。リーダーである私はそう決めちゃったんだよ。アオ、落ち着いて。リーダーだからといってそんな風に責任を押し付けようなんて私たち思ってないわ。一旦休もう。このままじゃ何もできない。今後のことは休んでから考えよう。材料は揃ってるかな？ねえ、青、聞いてるの？しっかりしてよね。リーダーの意見が一番大事なんだから。それで青ちゃん、これどう思う？ねえリーダー、リーダー参ったな。私リーダーなんて柄じゃ。じゃあ、あなたは何者？
まだ夜。疲れてるはずなのに眠れない。頭が重い。ダメだ。少し外の空気を吸おう。悪い夢でも見てたの？ゆずさん？まあそう。私リーダーってみんなに認めてもらえてすごい嬉しかったんだ。これまでずっと平凡な生活を送ってきたからさ、何者にもなれずずっとこのままそう思ってたけど、リーダーって言われるようになって何かを大きく動かすような立場になった。みんなに期待されるようになった。だから張り切って自分にできること何でもしようって思った。私にできることってなんだろう。もっともっといろいろできるはずだ。そうやってたくさん考えているうちに焦りが生まれて、何ができるかは何かしなきゃに変わっちゃった。その結果がこれだよ。私のせいでみんなを危険にさらして、みんなになんて言えばいいんだろう。青、その気持ちを話してみるといい。話すって誰と？誰に話しても聞いてくれるはず。青が話したいと思った人のところへ行けばいい。私が話したい人。わかった。明日の朝聞いてみるよ。星崎さん、大丈夫ですか？
なさい。顔色が良くないような気がして。そうかな。いや、そうかも。ごめん、少し話聞いてくれるかな。もちろん、私でよければ。リーダーとしての責任ですか。難しい問題ですよね。うん。どうすればよかったのか、わからなくなっちゃった。やっぱり、みんなの中心に立つのって大変なんだと思います。前に少しお話ししたことがありますよね、チームのこと。ああ、うん。キララと一緒の。はい、そうです。そのチームにもリーダーがいました。話すと長くなるんですが、その人は少し特殊で、私たちみたいな戦闘能力は持っていない人でした。え？リーダーなのに？はい。でもリーダーさんはいつも自分にできることを探して必死でした。リーダーさんはリーダーさんなりの方法で戦っていたんです。だから私もそんな彼の力になりたいと思って、いろいろとお手伝いをしたりしましたが、正直あんまり力になれた気がしなくて。それでも何かできることはないかって探して、私なりにやってきたつもりです。大切なのはやりきったと思えることではないでしょうか。その時自分にできることはやりきった、そう思えたなら私はそれでいいと思います。あのクラックが起きてからずっと不安だった。私間違ってたのかなって。私のせいでみんなを危ない目に遭わせたんだって。でもなんだか今の言葉でちょっとだけ気が楽になった気がするよ。はい、力になれたのならよかったです。さすが、前にもチームでやってただけはあるね。言われて嬉しい言葉が分かってる。何ですか突然。嬉しかったから、嬉しい気持ちのお返しだよ。褒めても何も出ませんよ。今の表情が見れただけでも満足だよ。本当にありがとう、志保さん。そっか、私勘違いしてた。弱音を吐いちゃいけない。誰にも頼らず一番前を歩かないといけない。リーダーってそういう存在だと思ってた。でも違ったんだ。そういう風に突き進める人もいるかもしれないけど、私はそうじゃない。私はやっぱり特別な人間にはなれなかったけど、相談してみて分かった。私はこのチームが好きだ。この世界で出会ったみんなのことが好きだ。だからみんなとのつながりを失いたくない。私は私にできることをしたい。みんなに伝えに行こう。
私の思い、これからの決意を。青ちゃん、話って？ごめん！私のせいで大変なことになっちゃったのと、それとしょぼくれてたこと。それを言うなら私たちこそごめんだよ。え？うん、私たちもリーダーだからって青に任せっきりになっちゃってたと思う。もしあの時青ちゃんが声をかけてくれなかったら倒せなかったかもしれないよね。はい、大きなクラックが起きて私含めみんな動揺してたと思います。でも青だけがあの時あの状況でそれでも未来のことを考えた。いち早く青が前を向いたからこそ私たちはこうして今も生きていられるのよ。みんな、じゃあお互いごめんだね。うん、そしてこれからはきっと変わっていける。幸いなことに私たちはまだ生きている。生きていればどんな可能性もゼロじゃない。やれることは絶対にまだある。そうだよ、ここまでみんなでやってきたんだからなんとかなる。私はそう信じてる。私もまだまだ元気あり余ってるし、またあのデカブツ出てきたら倒せばいいよ。不安があるなら言って、みんなで考えましょう。ようやく青らしい青が戻ってきたな。ああ私今までの人生でこんなに感謝されたことないよ。何にもないってずっと思ってたから。でも今は違う。こんなにたくさん、私にはもったいないよ。私幸せ者だ。こんな友達に出会えて本当に良かった。私は特別じゃない。でもみんなとのこのつながりだけは変えられない特別だ。私この絆は絶対に失いたくない。だからみんなで守ろう、私たちの世界を。私たちならできないことなんて何もない。
よし、うんうん、よし、よし、よし。Thank you.